大家好、香港健太チャンネル、健太です。どうですか、このライティング。なんかちょっとやっぱ暗いかなっていうイメージはあります。なんで、もしよろしければ皆さんコメントください。朝一でやってるんでね、ちょっと今日あんまり時間をかけてられなかったっていうのが一つの原因ではあるんですが、正直今まで通りのがいいよっていうことであれば今まで通りに戻すので、ぜひコメント欄でご意見、皆さんのご意見を教えてください。よろしくお願いします。本日はこれでいきます。さて、じゃあ本日もやっていきましょう。本日2月の3日で、2月2日の感染者数、2月2日の感染者数は25名でした。回復者75名、死者2名。なんか回復者の数がすごい増えてるな。で、感染者は減ったような気がしますよね。なんか減ってきてる、徐々に減ってきてるような気がします。で、死者が2名ということなんで、まあなんか死者はなんか毎日出てるような気がしますし、回復者は増えてるような気がしなくはないし、感染者数は減ってるような気がしなくもないんですけど、なんか安全になったっていう気がしない、なんか良くなってるって感じがしないんで、どうなんでしょうね。ちょっとわかんない。ついに私の身内の中でも、強制検査、要はビルの下に張り紙がされていて、で数日以内、要は1日2日以内に検査を受けないと罰金および禁錮刑という、昨日説明したやつですね、あれがあったビルがあってですね、ついに写真を入手しましたので、その写真を大公開します。こんな感じです。いやー、なんていうんですかね、適当な感じですけどね、こんな感じで貼られてるみたいです。で、本当これ気をつけてください。これが貼られていたら、こういう感じのね、手紙が貼られていたら、だいたい1日から2日の間にその近くの場所に行って検査を受けて、で携帯電話を登録する、電話、名前を登録する、住所を登録するっていうのをやっておいた上で、そうするとですね、その日のうち、聞いた話で言うとその日のうちに SMS が届く。で、その SMS を持っておかないと、ランダムなのかどうなのか分かんないですけど、結構その後すぐになんか家にちゃんと検査を受けたかどうか確認に政府の人が来たらしいの で、その時にはその受け取った SMS を、政府の人に見せれば、問題なく解決できるということなので、皆さんも気をつけて必ず検査を受けるようにしてください。で、またね、検査する場所もね、そこに書いてあるんで、必ずその場所に行って検査を受けてください。検査自体は無料らしいです。無料で済むことをね、やらないで罰金ってバカバカしいので気をつけましょう。で、検査方法は鼻に刺すやつと喉の両方だったっていう話を昨日聞いたような気がする。ということで、ぜひ検査はちゃんと受けてください。で、じゃあ本日はちょっとまあ手抜き感あるんですけど、昨日比較動画で撮影したインスタ360の方ですね、そちらの方の映像を見てもらおうと思います。どうぞ。おはようございます、ケントです。今日はね、こっちが GoPro で、こっちがインスタ360 1X2 です。いや、やっぱシャッター速度の話になってね、で設定ができるのが分かったら両方ともテストしてみようかなと思ってやっていこうと思います。ああ、赤信号です。でね、なんでこの2つだテストしてみようと思ったかというと、インスタ360 1X2 はもともとシャッター速度とかね、マニュアルで設定できるんですよ。で、同じような設定ができるなと思ったら、これはテストしない手はないなと思って、GoPro とインスタ360と2台並べて撮影してみてます。あ、ちなみにね、ワイドで設定してるのかな、今両方ともね一番ワイドな状態にしてます。インスタの方がワイドかな、 GoPro のスーパーマックスビュー、あ、まあでもそうか、あ、まあ、どっちも手ぶれ補正焼いてるな、ちょっとよくわからない、あ、青信号終わっちゃうんでちょっと急ぎます。で、インスタ360は360度じゃなくて180度、
片面だけの印刷、あの撮影ですね。どうだろう、モニター越しに見るとね、画面が小さい分インスタ360の方が綺麗に撮れてるように見える意味ない検証結果ですね。いやー、さ、なんか寒いのかな、寒くないのかよくわからない。朝なんか寒い気がした。あとね、もうちょっとこれだけ涼しいと朝起きるのが辛い。なんかフリッカー起こしてるよね。これいくら設定書いてもフリッカー起こすんですよね、最近。この辺、この道、何なんだろう。ということでね、バスに乗っていこうと思います。さあ、いつもの橋です。常にね、同じ方向に同じものを置いてるんで、だいたいわかると思うんですが、まあ、画角が全然違うね。まあ歪みまくってるけど、インスタ360の方が画角が広い。まあモニターでチェックしてる限りなんで、後でしっかりとパソコンでチェックしてみますが、おそらく、間違いない。あとね、マニュアルモードにすると、 GoPro はね、いろいろと、なんていうのかな、ここだけ、まあ、シャッター速度だけマニュアルとか、ISO ここからここまでみたいなのができるんですけど、インスタ360の方はマニュアルにすると全てマニュアルで設定しないといけないから結構大変。その分ね、インスタ360の方が比較的こう自由度が高い。もっと細かいことまでマニュアル設定できる気がしました。あとはね、どっちの方が面白いか後で見ていきたいと思います。今日はね、ちゃんとマクドナルド到着してきました。これね、30ドルで15ドルね。じゃあ注文していこうと思います。さあ、いかがだったでしょうか。いや、ノイズはなんか GoPro の方が良かったような気がしますね。ノイジーだなは、もっとノイジーだなって思いました。まあ明日ね、ちょっとちゃんとサイドバイサイド、要は、横2つで今編集してるんで、ちゃんとやりますが、いや、なかなかいいんじゃないかな。まあ、ちょっと GoPro の方が良かったかなって一瞬思いました。で、やっぱ GoPro Max、なんだっけ、360度撮れる GoPro Max とインスタ3605はなんか似てるような気がするんですよね、使い方、画質も。で、GoPro Hero 9がやっぱ綺麗。綺麗な気がする。わかんないですね。なんだから結局どっちも持ってないとあらゆるシーンで使い分けないといけない時が来るので、どっちも持ってたいなって思いますよね。まあ使い分けられるほどのテクも感性もないんですけど、まあでも両方持ってたらなんか安心感がありますよね。いや、インスタ360良いなと思いました。で、やっぱ GoPro とあんまり変わらないような気がします、画質は。まあ今はね、一つずつ見てるんで、ちゃんとしっかりと2つ作り上げた映像を今ね、ちょうど今日中に必ず編集して、ちゃんと2つ並べたのを作って、で、ちゃんと自分でね、やっぱこの2つ並べたのを映像で見て、今のね、やってるようなこう交互に見たりするのではない感じで比較してみたいなと思います。まあ、インスタ360 1X2 で歩き動画、これ、まあ、早朝、朝早すぎなければね、やっぱ多少光があればいいのではないかなと思いました。まあ、前のね、フルオートの状態だと橋の上でもビビってたんで、今回のシャッター速度を、3200まで上げて、シャッター速度を3200まで上げて、ISO 感度を3000、シャッター速度を240分の1ぐらいまで上げて、200分の1か、シャッター速度を200分の1まで上げて、 ISO 感度を3200MAX まで変えられるっていうのは、まあ一ついいのかなと思います。で、インスタ360の弱点としては、ISO 感度を GoPro であれば100から3200って設定しておくと、100でいいところは100になってくれて、暗いところは3200まで上がってっていう形になるんですけど、インスタ3605の場合は
マニュアルで設定、そのシャッター速度とか設定し始めてしまうと ISO 感度も完全マニュアルになってしまうので、3200で撮ったらもうずっと3200だし、100まで落としたいとき、100まで落としたいときは100、自分でマニュアルで設定しないといけないっていうね、問題があるので、そこら辺はちょっと気をつけないといけないのかなと思いました。なので、橋の上に来て ISO 感度変えてます。そんな感じでした。ということでね、明日は頑張って、この、今日頑張ってこの2つの映像をくっつけて編集して、明日には皆さんにお見せできるように頑張るので、ぜひ明日も見てもらえると嬉しいです。では、ジョイキンまたね。バイバイ。